久保さん、今回数にしましょうか。数打ち当たるというような言葉がありますけど、まあ本当にその通りで、逆を言うと逆じゃないですね。数がなければ当たらないっていうね <laughs>。うん。一発的中っていうのも言葉ありますけどね。一回の動画だけで、うん、チャンネル登録1000万に行く,くでしょうか。 多分ね、世界中、世界中の YouTube 見ても、一発の動画でチャンネル登録1000万は、多分難しいと思いますね。ひ一人もいないんじゃないかな。さすがに。まあ、マイケル・ジャクソンだったらいけるかもしれないですね。マイケル・ジャクソンだったら、どうすかね。うん、一発の動画でプロモーション PV 一発アップして、マイケル・ジャクソンだったらいけるんじゃないかな。 マイケルクラスにならないと <laughs>。まあ当時ね、YouTube なかったんであれですけど、あのスリラーでしたかなな,なんかあの超世界的に爆発的にこう売れた時に YouTube があった場合、一発のそのスリラーの動画だけで、PV だけで、チャンネル登録1000万いったかもしれないですね。あなたはマイケル・ジャクソンですかマイケルにはなれないと思って <laughs>、うん。ヒカキンさんも10年やって1000万人ですからね。 はじめ社長もそうですけど、10年やって1000万ですよ。で、動画が何、前ヒカキンさんが言ってたのは動画が2000、3000本ぐらいですか確かトータルで。ヒカキンさん10年やって3000本ぐらいやってんですよ。はい、だからまあ、数ですね。<laughs> 結論 <laughs>。うん。なんかその、質より量っていう言葉があるんですけど、 まあ、量からしか質は生まれないっていう話で、まあ、場数踏まないと、うん、人生もこう乗り越え、いろんな局地局地がありますけど、どれだけ乗り越えてきたのかっていう場数がないと、まあ、ピンチに遭遇した時に乗り越えるのは厳しいでしょうね。いきなりを、いきなりエベレスト登れないんで。どうすかいきなりエベレスト登れる人います登山、登山、登山で。多分無理でしょうね。うん、いきなりエベレストね。 久保さんが今からいきなりエベレスト登って山頂まで行けるか。まあこれ、エベレストに関しては運もあるんで、わかんないですけど、一発で登れる登山家いない、登山家っていうか普通の一般人いないと思いますよ。まあ、登山家っていうのもね、一回登った、富士山登って登山家ですっていうのも、ちょっと微妙じゃないですか <laughs>。まあ無理でしょうね。うん。たまあこう当たり前のことなんですけど、なんか当たり前のことみんなやんないっていうね。 無理じゃない無。無理、無理なんだけど、なんか妄想してるんだよ、すよね、うん。無理じゃなくて、堅実的に言った方がいいんじゃないかなと思いますね。うん。そう。だから、その、タウンページもね、久保さんが昔言ってましたけど、0.0何ミリのちっちゃいやつがね、いっぱい重なると、あんなタウンページ分厚くなるっていう、まさにその通りで。 一日一日,日,日はちょっとかもしれないけども、結局その振り返ってみるとすごい莫大な量になるっていうね。まあこれが全てかなと。だ僕もね、ブログ毎日書いてもう2年更新しましたけど、結構リコンテンツ量やっぱ増えましたよね。それは2年毎日やってるんで。だからこれ今3年目でもう1年やったら3年間でしょ。で、一日大体1000文字ぐらい。 まあ平均にすると1000文字ぐらいは書いてるんですよね。つまり文字数で言うならばもう 1000×700 ぐらいですか ?360 と360。まあ800ぐらいは書いてるか。1000文字 ×800 日ってどれぐらいだ ?1000×800 ですよね。百千0 1000×800。1000 一十百千万万文字ですね久保さん、八十万文字ですね。もうちょっとで百万文字到達しますね。百、うん、万文字です。<laughs> 結構な量じゃないですか、百万文字って。<laughs> でも僕、千文字ぐらい書くのに一日十五から二十なんですよ。まあ、そのものにもよりますけど、一日ね、24時間あって、まあ、15分。 ぐらいでですよ平均使ってんのでその15分がね100万文字に到達するっていうねすごいですよね100万文字いきなりかけてたら無理じゃないですかかけますかさんいきなり100万文字書けって言われて100万文字ですよいきなり今日かけって言われたら無理でしょうね <laughs> うん、まあ、これからもちょっと積み上げていきますけどで,で積み上げれば積み上げるほど誰も到達できない領域に行けるので だって今日からネットビジネス始めてブログ、まあブログ始めました。100万文字書けないですからね。無理です。絶対無理。言い切ります。今日一日で100万文字書けないです <laughs>。<laughs> そう。コピ,コピペイしても100万文字、コピペの100万文字もきついですよね。100万文字コピペするっていうのもね。うん、結構あの、あ、でもコントロール A して全選択してやればいけないことないか、すぐ。 数ですね。行ってらっしゃい。